こんにちは、速稼塾のコブです。暗号通貨ニュースをね、今年もみっちりやっていこうかなと思った矢先なんですけども、今日1月1日ですよ。いきなりね、ちょっとね、残念なニュースが入ってきました。それは動画の URL じゃないや、動画の説明欄にもつけときますけども、 URL を、三崎優太さんね、あの青汁王子なんですけども、あるね、暗号通貨、仮想通貨の取引所からアカウントの停止を食らったらしいんですよ。何の前触れもなく、何のね、歌詞もないんですけども、いきなりです。で、三崎優太さんの言う話にはですね、その中に入っている数百円がホールドされたんだけども、でもそんなことじゃないと、この数百円であろうとも大切なお金なんだと、人のお金でしょと、それを何の警告もなく金融庁の管轄下にある暗号通貨の取引所がね、こんなことをするなんて許せないぞっていうことなんですよ。確かにそうだなと思いますよね。確かにそれはないだろうと思うんですよ。この金額をね、どうこうじゃなくって、いきなり銀行口座が使えなくなって、その中にあるお金がもうね、取られてしまうっていうのは、ある意味これ損害賠償にもつながるのかなと思うんですよ。で、そういうことも込みで考えていくと、暗号通貨の取引所で、日本の取引所で、しかも日本で一番信頼されてると言われているビットフライヤーね、これビットフライヤーってところなんですけども、そのビットフライヤーという暗号通貨の取引所がいきなりこういうことをするっていうのは、やっぱり不安ですよね。そうなってくると、せっかく注目されだした暗号通貨の市場に普通の人が入っていけないってことになっちゃいます。いや、それだけじゃなくて、大手の投資家さんももしかしたら、このね、暗号通貨の取引所とか大丈夫なんかな、日本の取引所はやばいんじゃないかなってことで、お金を資金を入れなくなっちゃう可能性があるんですよね。そうなったら誰もいいことがないんですよ。で、ビットフライヤーにお金を預けていて、いわゆる飛ばれちゃう人っていうのは結構ね、いらっしゃるみたいなんですよ。で、私はそういう目に遭ってないんで、ビットフライヤーさんへは、信頼をね、別に持ってるんですけども、ただこういう事件が増えてくると、私もビットフライヤー の資金を抜こうかなとか思っちゃうし、多分他の投資家さんもそういうふうに考えるでしょう。だからね、これはね、暗号通貨の取引する上で私たちはよく選ばないといけないと。で、日本の金融庁の指定している取引所でもこれなんで、見たことも聞いたこともないようなね、海外の取引所なんてのはもっと不安じゃないですか。で、なんとかウォレットみたいなのあるでしょ、オリジナルウォレットとか、あれなんてのはもう分かんないですからね。だからどう気をつければいいのか分からないですけども、暗号通貨の取引はまだね、闇の部分が多いんで、で、この混沌たる時代に暗号通貨の取引所みたいなの作って、いわゆる投資家さんからお金引っこ抜いてやろうって人も結構いるんですよ。だからそれも込みで慎重に検討していくしかないかなと思います。ビットバンクさんとかね、コインチェックさんなんていうのはね、結構誠実に対応してくださってるんじゃないかなと私は思いますけども、ビットフライヤーさんはちょっと社員の方にまだ一人も会ったことがないんで、何の評価もできません。ただ信用してる方は使っていくし、危ないなと思った方は使わないしってことじゃないですかね。私はこれからもね、ビットフライヤーさん使っていこうと思いますけども、ただ他にもかなりね、いい暗号通貨の取引所出てきてますんでね。私はね、クリプト GT ってところをちょっとお勧めするんですよ。これ CEO の方と私知り合いで、よろしかったらね、ここもちょっと使っていただければなと思います。ちょっとセールスメイって申し訳ないんですけども、こちらの方はね、今入金に 80% のボーナスつけたりとか、2度目の入金に 40% のボーナスつけたりとか、要するにアカウントが、ね、今すごく欲しくって、サービスボーナスをかなりつけてるんですよね。だからどうなんだってこともありますけども、そのボーナス目当てにやるってわけじゃないんですけどもね、ちょっと検討の一部にしていただければいいんじゃないかなと思います。今日はね、三崎優太さんの動画を下につけておきますんで、そちらの方をしっかり見ていただいて、これからの暗号通貨取引、ビットコインとかね、やろうかなどうかなと思う人は、ちょっと考えに入れといていただければと思います。それでは以上です。